皆さんこんにちは。今日は私が原文で読んだ英語の長編小説ベスト6を発表したいと思います。当初はベスト5にしようと思ったのですが、第6位は非常に有名な作品でぜひ皆さんにおすすめしたいと思ったのでベスト6になってしまいました。最終的なネタバレは伏せますが、途中のあらすじや登場人物や名言についての言及はあるので、些細なネタバレも避けたいという方は今のうちにご視聴の中止をおすすめします。では行きましょう。 No.6 And then there were none。 放題はそして誰もいなくなった。イギリスのミステリー作家アガサ・クリスティの1939年の作品です。名探偵コナンで毛利小五郎がそして誰もいらなくなったと間違えていましたね。あらすじを簡単に説明します。10人の人物が手紙で兵隊島と呼ばれる無人島に集められました。そこで10人はレコードによって過去の罪を告発されました。この10人は過去に誰かを死なせたにもかかわらず法で裁かれることなく平然と暮らしてきた人々でした。そして10人は一人ずつ死体となっていきますというお話です。タイトルのそして誰もいなくなったという言葉に嘘はありません。衝撃の結末です。本作は世界中の多くのミステリー作品に影響を与えました。金田一耕助シリーズの獄門島や金田一少年の事件簿の秘宝盗殺人事件などは本作の影響を感じられます。本作唯一の欠点はポアロやミス・マープルのような魅力的な探偵役が一切登場しないところです。では名言を一つ挙げます。生きていても死はいつもそこにあるのです。原文では In the midst of life, we are in death。 では次行きましょう。 No.5 The Wonderful Wizard of Oz。 放題はオズの魔法使い。アメリカの作家ライマン・フランク・ボームの1900年の作品です。割と子供でも読める感じのファンタジー作品です。あらすじを簡単に説明します。主人公はドロシーというカンザスでおじさんとおばさんと共に暮らす少女です。ある時竜巻が来てドロシーと犬のトトはオズの国に飛ばされてしまいました。ドロシーはカンザスに帰る方法を探すための冒険に出るのですが、途中でカカシ、ブリキの木こり、ライオンといったキャラの濃い仲間たちが加わりますというお話です。冒険あり、バトルあり、魔法あり、モンスターあり、移動用アイテムありといった RPG 的な要素も満載です。では次行きましょう。 No.4 Charlotte's Web。 放題はシャーロットの贈り物。アメリカの作家E.B. ホワイトの1952年の作品です。子供向けの作品で動物が喋る系です。あらすじを簡単に説明します。最初はファーンという8歳の農家の娘の視点で始まります。ある日一匹の子豚が生まれた時点で小さくて弱かったので売り物にならないと判断されて、ファーンの父のジョンに斧で殺されそうになっていましたが、ファンはそれを阻止してその子豚をしばらく育てることになりました。その子豚はウィルバーと名付けられて隣のザッカーマン牧場に引き取られました。ウィルバーはとりあえず延命しましたが、まだこの時点では食用の肉にされるという運命から逃れられたわけではありません。そんなある日ウィルバーはシャーロットという頭の良いメスのクモと友達になりました。そしてシャーロットは
ウィルバーが食用肉にされないための作戦を次々と考えていきましたというお話です。子供だましな現実逃避ファンタジーと思ったら大間違いです。シャーロットが巣に引っかかった虫を食う描写などあるので、自然界の残酷な現実などは描かれています。とりあえずこの本を読んだ方なら、部屋に侵入してきたクモは殺さずに外に逃がすようになると思います。クモというと一般的には怖いとか気持ち悪いみたいなイメージが強いと思いますが、シャーロットは上流階級っぽい口調のお嬢様キャラとして描かれています。ちなみにもしもこの作品をアニメ化したら声優は誰が良いだろうかという妄想をしてみたのですが、ウィルバー役が釘宮理恵さん、シャーロット役が上田香奈さん、ファン役が織笠文子さんが良いと思います。では名言をいくつか挙げます。生きるか死ぬかっていう時なのに気持ちを抑えろですって。原文では This is a matter of life and death and you talk about controlling myself。 名言その2、小さく生まれたのは赤ちゃん豚のせいじゃないでしょ。もし私が生まれた時とっても小さかったら、父さんは私を殺してた。原文では The pig couldn't have been born small, could it? If I had been very small at birth, would you have killed me? 名言その3、虫をごまかすことだってできるんなら人間だってごまかすことができるはず。人間なんて虫ほど利口じゃないんですもの。原文では If I can fool a bug, thought Charlotte, I can surely fool a man. People are not as smart as bugs. 名言その4、実際はどうかなんてどうでもいいの。人間は書いてある文字なら大抵何でも信じてしまうものよ。原文では Not a particle. People believe almost anything they see in print.名言その5、沼地の小さな楓の木はコオロギの歌を聞いて胸が締め付けられ真っ赤な色に変わりました。原文では A little maple tree in the swamp heard a cricket song and turned bright red with anxiety。 予想していたよりも時間が長くなってしまったので、今回は一旦ここで切ります。この続きのベスト3の発表は後編となる次回お送りしたいと思います。チャンネル登録、高評価などしていただけるとありがたいです。それではまた後編でお会いしましょう。お疲れ様です。